生放送が行われた TNC 放送会館地上デジタル放送開始4局合同特番テレビが変わる。とは2006年7月1日に地上デジタル放送を開始した福岡県の民放テレビ局4社福岡放送 TV9 九州放送が共同制作しこの日の10時10時30分に4局祭丸制放送された特別番組。この日 地上デジタル放送会式年式典が行われていた TNC 放送会館内パベリアホールからの生放送。オープニングの挨拶は放送会館4階テラスで行われ、デジアナを務める川添あさみ、高山リカ、若林舞子、立花マの4人がユニフォームである白のスーツ姿で登場。4人は番組のメインを務めた。 10時4分に4局の代表取締役社長がスイッチを押し、地上デジタルの本放送が開始された後、各局がそれぞれ一つずつテーマに基づいて制作した、地デジの魅力を PR する VTR が放送された。また、VTR の合間には 5.1CH サラウンドの実演が行われ、過保劇場で演奏された、ベートーベンの第9夜、ヤフードームの ソフトバンク楽天で松中信彦がヒットを打った VTR が臨場感たっぷりに上演された。番組の最後には今後のエリア拡大予定が紹介され、さらに4曲のマスコットキャラクターが次曲のリモコンキー ID を持って勢ぞろいし番組を締めくくった。この特番の終了後も TNC を除く各曲ではハイビジョンを活かした自社制作の特別番組が放送された。 参加各局のデジタル放送 PR サイト、ありがとうございます。